select your character. ここで対象が登場。俺様には勝てねえよ。チームをガラッと変えて、このよりバイスキム。はい、リノモトさん最近バイスを使っているようですね。まあ向いてると思いますよね。バイス。ああ、確かにそうかも。ちょっと熱狂まで外しちゃったのは意外でしたけど、ああ確かになんか井上さんといえばみたいな感じがしたんですけど、さあ攻め立てていくのはゴロのジョー。やっぱり5番、うわー仕込んでる。こんなのもある。今のは初めて見ましたね。確かにすごいな。さあ進化しているゴロのジョー。スラッシュに EX カガと強カガと。あら？さあ中堅バイス。さあちょっとゲージも吐きづらい状況ではこの弾とかだいぶ面倒くさそうですけども、どう立ち回っていくか。いやーこれは苦しい状況。もう弾圧持っていかれる。さあ危ない。なんとか壊しからこうも決めて、やはり近づくまでが苦しいバイス。さあこれはワゴン。あーしかしハリケーンアップ早い。あやはり一人目を倒さないともうこうなっちゃうっていうのは。投げてもう一回強気。これは下げれないですね。下げれない。今日の起き上がりが早すぎて、はい、なんか6フレくらいじゃないと下げれないですけど、すごい相当早いですね。じゃあさあゴロの情報が完全に乗ってしまっている。さあ、しのぎたいで野本投げて正確下がっている。これはまだあるぞ。さあ、ここから危ない。うまい。ねじ込んで投げて、うわすごい投げていく。これ惜しい。あっとこれは倒してるか。ゲゲ倒してる。これはでかいな。ありえる。あずきが来ましたね。これでさあ、あずきさんが登場したところで大将戦。さあ、流れが変わってきたか。しかし、ゲージ状況はゴロ、ゴロ有利。これでゲージが溜まれば、ワンチャンで倒しきれる。危ない。これ、キムがかなり有利と言われてる組み合わせなんですよ。さすがに、これはさすがに。狙えないというのは、終わってしまうか。終わってしまう。さあゴロ連勝が続く。さあこれでポンザ君が、さあ M ダッシュも来て、あずき猫も来て、だんだんと楽しみやがってきましたね。俺様には勝てねえ。この極み未だ定まらず。さあ誰がゴロさんを止めるのか。はい、まあ後から来た人を含めてもうどっちでもいいです。どっちに入ってもいいです。でポンザの空手対ゴロのジョー。かなり温まってきてますねゴロさん。そうですね、だいぶ判断とかも、はい、だいぶ細かいところまで。
あこの一戦さあ1回こかされるとジョーはかなり苦しい組み合わせこれあしてはやはり無理をしないと投げに行くがうまく離していくさあジャンプ攻撃を駆使して位置を入れ替えてさあ画面味さあ今度かなりこれは運がいいぞといったところタイプを動かれる画面端到達やはりこれは無理はしないいやー追っかけるしっかり攻撃るバッサリ決めて途中で食らうこのジョーの猛攻をやはり止めるのは難しいかハイソク強化だとうわマジかタイガーからしっかり5割も割っていく確かに減ったすごいなこの技本当そうですねあれもう本当見てたみたいな感じでああいうストーリーに行ってますよね感覚も取れないし強いですね、はい、強化だとはさあ今回はしのぎたいところうまいあー必死が当たらないここは我慢したこれがでかいあーこれあれも多分避けられないですかね多分無理ですね三角飛びとかあれば分かんないですけどあさあこれホンザもそういえばキムも使い出してるんですねレ中堅のフォア暴れてしまう。これは死ぬ。死にはしないか。死にはしないですね。これはかかと4ヒットか。4ヒットして。さあ残り1割程度。ああヒット確認から何でも判定。さあこれはちょっと面白そうな試合ですね。あずき猫登場はい、OK ですさあ、あずきさんがワンピ側かな楽しませてくれよお手様には勝てねえよあずき猫は最近空手タクの空手に変えて練習中ということでなるほどまあ、なんかそれだけで結構ガラッと変わりますねチームの表情が変わるさあ最速で探して漏らしていくおーよく見てるそうあれはしっかり本当見て落とさないといけないんですよねおー読み合っているそんな無理をしないこの距離がやっぱ強いですねロバートはそうですねうまいめくるさあここは我慢したいそしてコンボは決まるなぜ一撃かなさあ俺はこの相手倒せればでかいわやっぱり勝っていくうわー追い込む削る圏内だったのかなまあガーキャンされたら危ないですけどまあいや弾があるだけで結構フォア側は面倒くさいんで時間を使いで粘りたいところとしたら死んじゃった粘れずいやこれは痛いさあ使い始めの空手何か見せられるか
苦しい、苦しいよ、しのげ、しかってしない、ガマンの仕方はかなりいいですか。そうですね、ちょっとダメージにつながらないか。いやー、ここでこれはやってしまう1位で死ぬでしょう。そうですね、いやー、これは苦しい。もう1回我慢ですかね。ちょっとやっぱまあ難しいんですけど、まあそうですね、チーム1枚さあ、はは、追い込んでいく、うまい。これは美味しい、うまい、使うでしょう。ここはドライバーオンゾン、あとワンコンボで倒せますからね。しかしこちらも圏内になってしまうよ。いやー、なるほど、3発目を捨てて、うまい、うまいことして、しかしこれは残ると、危ない危ない、危ない、よく我慢した。いや、早めにもうちょっとバナすかなと思ったんですけど、確かにバナシが当たれば勝っちゃうから、はい、もう俺なら速攻多分勝っ飛んでるところですけども、これ対象戦、ここは小豆猫は2ゲージ残しているのでまだ分からないぞ。これ欲しい、ここから読み合い集団カード、やっとすごいところまで決め打ちだが隙がない、もう多分そういう連携なんでしょうね。なるほど、ただ状況は好転はしない。2ゲージ溜まればまあ全然これはあるぞ。あー、すごいことになってきた。あー、すごい、吹っ飛ばし投げる、あー、うわー、ここで早かったな。まあ、あの状況はバックステですかね、ちょっと難しいですけど、まあ難しいですね、あそこは。で、あと3人かな、 M ダッシュ、俺、初期4人、あーソンソンがいるのか、じゃあ初期さんで、楽しませてくれ、俺様には勝てねえよ。もう M ダッシュがバイスを選択、さあ払ってバイス、キムさあ、これも面白い一戦でしょう。 M 対ゴロ、まずワンコを決めたのはゴロの城、苦しいぞ、最速で苦しいぞ、早い、うわ、うまい、さあ開幕でもう7割5分ぐらいゲットしている。さあバレ潰しもしっかりガードして、これをちょっと取り戻せないと苦しいタイムだし、さあしかし徐々に追いついてくる、うまい、わーっと、なぜかスコーの方シーコナンプで良かったっぽいけど、さあバイスが出てきてウルドライブ、これは危ないぞ、おっと最後はジャンプシストレートに行く、状況的にはまだ結構いい勝負になっているが、そうですね、フォアジャイの壊しから、まあ、フォア発動しを狙って飲んでいく、あー、あー、
これは痛い。まあ打つでしょうね。あ、打って2ゲージで仕留めたいところか。しかしこれはどうなるか。ちょっと高さが難しかったですね。あー、ぴったりぐらいだ。ぴったりですね。まあ別に発動しなくても死ぬと。そうですね、本当に減る。飲んでればゲージも回収できる。さあここで、あー痛い。うまい。あ、難しい。あれがちょっと難しい。これはキムがもうちょっと大変。入れ込んでいく。投げて。さあ、吹き飛ばしから。さあ、これは一発。こんなの来ている。ガッツでしょ。これでまだわからない。しかし、キム側はちょっとパワーゲージが欲しいところですね。そうですね、これほぼパワーゲージがゼロ。これはさすがに立ち回りはキムがかなり有利なんですけど、もうこれ何か食らったら終わっちゃいます。さあ、せめて1ゲージは欲しいところか、キム側。ああ、いい打ちから追撃でゴローの勝利。強いよな。さあ、食さんが行くか。食さんが行く。お前なら満足できそうだ。俺様には勝てねえよ。まだ定まらず。始めよう。と、食さんは空手ベニマルフォアジャイを選択。さあ、この組み合わせなんとかかぶせて上位何もさせずに倒したところだが、画面端に行ってしまっている。さあ、この後の状況が本当に強い。いや、しろ、よく見てる。スリークが早すぎた。これは美味しい。遅らせ壊しガードしている。これはうまい。投げて。いやー、遅らせ行動に最速の壊し。地上で遅らせやるとやっぱ最速行動が通っちゃうんで、なるべく飛びにした方がいい気がする。しかし、ベニマル、ここでなんとか踏みとどまれば、フォアジャイにはやりやすいはず。ハリケーン食らってしまう。投げかせ。ファガーギャン。ツージャンプで受けて、ジャンプで当ててからの通常投げ。オープラスジャックナイフ、イヤイハンド。これは削りにいかない。しかし、タイガーシートガードして。体力は全開。これで状況的にはベニマル有利。やはり読んでいくはずない。さあ、画面走って読み合うか。めくりが入る。これはおそらく1ゲージ締めるかな。使う。これは状況確認完璧。これで倒してる。あっと、ゼロドッジが残っている。あー、ぶっ放して逆を切る。これはもうゴロさんかなりのアドバンテージ。同キャラ。さあ、直さんどうする。これはやはり飲んでいく。スライディング差し入れ当たる。
ガーガーして、おっと何もしない。ガーキャンで無理せず飲んでいく。おっとうまいと思ったら繋がらない。投げて飲んでいって、逆に痛く、しかし隙が少ない。逆に投げて340、うわー、めくり、ジャックドラゴン相打ち、めくり、オクラ飛ばしガードしている。さあなんとか使わずに倒していく。30秒残っているので5割ちょいは回復するでしょう。まだまだある。しかしここから粘り強いのが五郎さん、7割残ってますね。ジャックドラゴン ND エンエーと IG ジャンプシーで当たって、さあこの後のバック、エンエー入って、これをミスらなければおそらく倒しきってしまう。これでもいいけど、どっちでも。はい、ということで残るところあとプラス1人トンコだけというところで、トンコ対ゴロ。さあゴロさんだいぶ乗ってますが立ちはだかる。トンコさあ、この戦法戦、まあ、ゴロさんやり慣れてるのもあって非常にうまいですね。さあめくりから地上にはつながらないが果敢に乗っかっていく。さあ危ないところ、さあ早めに画面端から脱出して、しかしそれでも入ってくる。足払いが確定からもう一発、めくりをフガードしている。さあ前方戦から相当いい勝負、熱い勝負。さあ画面端危ない。さあここは足場でしのいで、リュウコラムがさっさっと前方戦は後攻からて、さあお互いここがかなり重要な場面。これ酒を飲むのはゴロ。さあしかし足払いを中心にうまく通常技が機能している高校側、バッキャンしてジャンプ飛ばしも刺さる。ダメ足つってうっ、さあなかなかダメ端から脱出できないのはゴロの方か。遠心遠心相打ちになって、後攻側体力は残り1割程度、残り時間を30秒切って吹っ飛ばし遠心。さあ後攻は粘る、時間をふんだんに使って、うなんだ今のは、当て目を見せるが鋭いジャンプにめくり、フォアジャンプがふわっとしてるんで立ち状態でもめくれるので、結構ああいうなんか鋭いことになるんですよね。よくあここは前線を逃がさず砲撃きっちり締める。あやはりあそこは使い切りますね。 M ラッシュの時もそうだった、いい判断。さあしかしここを頑張らなければいけない。 ND2 発、さあゴロも一発を当てるために、さあ様子をかかって、さあ危ない NC で取れず、うっ危ない。さあ後攻側フルドライブあるが、うっやってないか、爆心で迎撃されて、
何になんだ、どうなったんだこれは。さあワンコンボ走り込んで、うわー何もなくなってしまった高校側、苦しい。ここはパナニー、あーゴロンを負けずと離して、さあここが大将の爪、さあまだわからない。おっと走って、うん、あー最後歩き壊しが刺さり高校勝利。さあここでゴロの連勝がようやく止まる。さあこれでラスト試合ですかね、だよね多分、うん。さあスワルは 2P 側総選挙お疲れ様でした。さあ楽しませてくれや。さあなんか前にもなんか似たような状況があった気がするけど、このチームメイト2人の対戦を、まあ、チームメイト、もう一人のチームメイトである俺が喋るという妙なトライアングルですが、先行戦はキング対炎。このゲームではもう避けて通れないこの2キャラ、聖戦ですねこれは。まあ、かなり先行戦同士いい勝負だと思うんですけど、まあ、どっちが有利か結構、まあ、プレイヤーの間でも意見が分かれるこの組み合わせですね。さあここは高校がリード、うまい、あそこでよく溜まっている。ジャック花からさあしっかりバックステして EX 炎とジャパン気味の吹き橋がヒットして、さあ入れ込んでいるコモカーキャン、ジャンプシーンからジャンプシーン乗っかっていく、リード暴れて、あ近づかれた時のこの暴れ技がキムが強すぎる。最後は削り、先方戦は後攻、中堅の空手ファイチになって、さあ空手が乗っかっていく、あの MB もだいぶくせ者ですね、人確認もしやすいし。さあこれはうまい、 NC からハイジャンキャンセルするが、これはうまい発動、着地に中断はえぐい。これは決まるか、決まらない、ギリギリ残って、さあ MB 巻いて、これはもうどうしようもないと思うが位置が入れ替わる、足払いから投げ外して前転してしまったところに足払い、大将を引きずり出されたのは総選挙の方。さあなかなか難しいところですが、ここはキムは早めに倒しておきたいところ、しかしなかなかそうはさせてくれない、この体力で粘っている。すごい NC ガードポイント取って残り2枚、空手かな、空手、おっと、あ惜しい、今のはここは発動を見せてしまう、ちょっと今の展開はなかなか難しいところですね。使っていく、あ発動状態が切れてしまい、パワーゲージ5ゲージ持った状態、飛ばしを当てて画面味、あっとちょっと惜しい場面、飛ばし吹っ飛ばしから飛ばし攻撃は当たっている、うまい、しゃがみ C は使って
さあこれがギャン、さあこれは空手を倒しきって、さあドライブは少ないもののパワーゲージがあるのでシェンはまだ戦える。出てくるのは爪、ゲージ状況はまあ何とも言えない難しいところですが、ここでコウコさんがたまる強気にワンバンからワンワン1ゲージ、さあゲージを残しつつよくここまで持ちこたえている。危ない、ジャンプ D が長い、吹っ飛ばしからさあ最後どうなる、うまいがうまいが、あーうまいうまい、今のソンソンの得意技だよ、あれあれ知ってる俺、ソンソン得意なのあれね、ほんとうまいよな、ああいうところで狙うの0-0-2-0。いやあれほんとね、うん、なんかの大会でも見たことあるし素晴らしいっす。じゃあ勝ったんで宣伝します。はい、皆さん総選挙本当にお疲れ様でした。あ、そっちのはいはい、と僕たちの財布からいろいろなくなったものもプライドもいろいろなくなりましたが結果的に良かったと思います。僕のことは嫌いになっても13は嫌いにならないでください。以上です。はい、まあ、強かったです、本当に強かった。じゃあまあコウコさんにも一言もらいましょうか。喋ってもらってたし、はい、いやちょっとあなんか状況判断とかすごいミスってたのもあるんですけどやっぱ上手かったっす、はい、純粋に上手かったっす、まあ、上手かったですね最後特に。ああいう緊迫の画面で待ってるっていうか狙ってああいう低めのジャンプリーを出してるっていうのはなんか さすがですね。はい、というわけで、はい、はい、締めたいと思います。第、35回 KF13 クライマックス紅白戦、これで終わりたいと思います。皆様お疲れ様でした。お疲れ様でした、はい、ありがとうございます。